先制点素晴らしかったと思うんですけれども、振り返ってみていかがですか。まあシュートコースが空いたんで、まあ、下濡れてたし、グラウンドのボール蹴れば入ると思ったんで、まあ、ミートしていいキックができて、まあ、ゴールできたのは良かったです。今日は本当に雨の量がすごかったと思うんですけれども、気をつけていたことっていうのはどういったことですか。まあ、グラウンドの水が溜まってる場所と溜まってない場所が結構あって、で、まあ、前半自分のいた左サイドのところはもう全部水溜まりができてて、まあ、その中で、もっと裏にボール出しとけばよかったなっていうシーンもあったし、まあ、もっともっと、前半のファールの部分だったりっていうのも一歩遅かったりっていうのもあったんで、まあ、入り全然良くなかったんで、まだ個人的にもまだまだダメだなって思いました。チーム全体この90分振り返ってみてはいかがでしょうか。まあ前半は粘り強くやって先制点取れたのはすごいいい形だったんですけど、まあ、後半、1-0 のところから2失点してしまって負けるっていうのは、まあ、本当に情けないし、情けない試合をしたなって思います。今日はこの雨の中、草津から、ね、サポーターの方も駆けつけてくれていました。そのサポーターに向けてメッセージいただけますか。この雨の中、台風の中、東岡山まで足を運んでいただきありがとうございます。応援はすごい試合中も聞こえて自分たちのパワーになるし、まあ、その中で今日、先制したにもかかわらず逆転負けしてしまったっていうところは本当に申し訳ないと思うんですけど、残り4試合、まあ、全力で1試合1試合戦うんで、まあ、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。